即興コントで一番面白い新コンビが決まる最強新コンビ決定戦ザ・ゴールデンコンビ。エントリーしたのは M1 王者から芸歴30年以上のベテランまで人気実力を兼ね備えた8組。優勝を狙う車が指名した最強の相方とは。二人でアホやってるみたいな感じのを見てもらえるような人があったらいいのかもしれないですね。理想のお笑いに近い人、全てのお笑いを制覇する。車が相方に指名した芸人とは。お疲れ様です。お疲れ様です。僕とゴールデンコンビを組んでください。ゴールデンコンビ。ゴールデンコンビです。車さんからの指名どうですか。最初聞いて嬉しかったです俺のこといいと思ってたんだ俺にない全てを持っている人間、やはりと思ってますね。僕は2023のチャンピオンと2020のチャンピオンは、はい、まあ、吉本興業っていう、はいはい、東京吉本の最新最高戦力。そう、普通に吉本興業が抱える宝。宝お互いがお互いを、はい、こう五角形、はい、はい、車さんから見たのだぞ。はい、パワーとスタミナ。ああ、嬉しい、はい、うわ、このキャラ使いてー。キレとか勢いみたいなので、うん、人を表せるパワーと感覚で作ってる部分があるのが俺でいうテクニックみたいな部分がこの補える部分なのかなって思うし、それらをつなぎ止めるインテリジェンスが野田さんにはあるから話が通じるっていうのがでかいです、ね、そう、話が通じるっていうのは分かるね。でかいですよね、うん、車は。話通じなかったらギャンブルになっちゃうんで、一か八かのね、現場のね。本当に勝負するってなった時にギャンブルしないんで、うん、俺の吉本興業のプロフィールにこれ書いといてもらっていい、いいんじゃないですかね、開いたら。はい、これですね。はい、メンタル最強、頭脳も最強で、フィジカルはクリスタルジム来てくれたんで、フィジカルがあることは知ってます。実はで何より実績がすごい、うん、で謙虚さゼロ。謙虚さゼロ。謙虚さゼロ。ゼロ。謙虚さゼロ。そんなことないですよ。謙虚さもうこうこう、うん、ここまで行ってるから。やばいじゃない。今のとこ、うん、やばいじゃないですか。そんなやつ、うん、そんなやつやばいはずなんだよ、はい、やばいはずだけど、はい、ここまではっきりと他がこうなってると、はい、勝っちゃうから謙虚さゼロでも最悪モンスターが生まれたと思ったよ、うん、こいつは。あ、吉本からモンスター生まれたなって思いましたよ。僕は2人で何かやったことはないじゃん、はい、これまで一切ないじゃん。したこともないで、世代も全く違う、はい、テレビではあんま絡むこともなかった。本当に初おろし、はい、だけど、うん、お互い M1 優勝してるっていう人たちが組んだらどうなるのかっていう実験、うんうん、このゴールデンコンビ一番趣旨沿ってる。確かに一番優勝した方がいい。確かにそうっすね。この大会の趣旨に一番沿ってるんだから。こんな医者は嫌だのまだ見たことのないパターンをお願いします。出てくるのは痛すぎて振った方がいいですか。頑張ってください。10月31日18時、プライムビデオで独占配信。